Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hello everyone, everybody. Saya Amin dari channel Amin Amin NHK75. So, siapa yang baru dengan channel saya ni, sila subscribe, like dan komen nanti video saya ni. Okay, so sekarang ni saya nak main Final Fantasy 7 Remake. So, kita teruskan game ni, tengok apa yang ada. Okay, jom. にしても本家の作戦に立ち合わせるなんて偶然なの。安全確認のため自宅待機命令が出ています。本家が動き出した。速やかにご自宅へお戻りください。さっき襲撃って聞こえたけど。おい、またペロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので自宅で待機を案内します。緊急事態だ。自宅待機命令も出ている。こっちこっち、ここまで来れば安心。どこに向かってるんですか。着いてからの無駄なし。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、その話は。あ、クラウドさんもピザ食べたかったってね。何、なんか怪しくない。ないない、それはピザは食べたいよな。ああ、私が腕を振るってやるかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。多分ここに。あった。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん。半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんな、ご苦労様。付き合ってくれてありがとう。それから、明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。ないから。うん。よし、飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。ああ。あ、忘れるところだった。おねえ。おい、危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと何すんのよ。こっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。今ちょっと待って。ダメだ。厳しいっすね兄貴。誰が兄貴だ。
もっと役に立ちたいっす。今ばっかで十分だ。傷は仲間のためだろう。胸を張ってろ。なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。俺、一人で帰れるっす。どうせ軽い火傷だし。いいから案内しろ。兄貴。あ、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたち、もう帰ってるかな。さあ。二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ。ここがビッグ戦地。まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。ミッドガルを出ていく。また爆破があるんじゃないか。ここがジェシーんち。男子は立ち入り。役者志望の女。ああ、念のため。アバランチのこと。そこは兄貴も本。何のことだ。女はみんな大女優っす。明日、小番街に。ほらほらにゃる、バニッパス。みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当て、忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし、好きにしよう。よくできました。よしよしよし、こらニャル、すねちゃダメっす。明日5番目。スラム住民にもできる魔鉱炉での秘密の仕事って知ってる？何それ、噂だけど、ものすごく。
給料がいいそうよ。選ばれた人。うわ、やっぱりクラウド。そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、何でも屋さん。それから特別なご褒美。あ、分かったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。しつこいぞ。了解。こういうのはダメか。作戦変更しなきゃね。おやすみ。なんつって、そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、何でも屋さん。それから特別なご褒美。あ、分かったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。分かった。考えておく。やったー！じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーセ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって。